サポートなら任せろ。これでみんなを守…まだまだ成長するよ。楽しかったぜ、相棒。警戒を怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう。当たれ。やってやる。崩れろ。これでいいぞ。ダブルスピンエッジ。ガンガンスピンエッジ。バッシュ。ナイス。崩れろも。今は守ることをお考えください。今ないとあんたも準備 OK です。このまま私の形に力を。みんなの力見せてやろう。みんな気合入って。ハナスカリーノ。ダブルスピンエッジ。指示されたし。アンガーソット。今だ。ここでにらみつける。ダブルスピンエッジ。ダブルスピンエッジ。はっ。ダブルスピンエッジ。今一つ手持ちなさない。すっごいの。いくよ。プレイのカード13。グレイ。いいね。コンセントレーション。ナイスも。花のそばにですもん。さあ、急ぎましょう。楽勝楽勝。ほら、全然ビクビクじゃないもん。500歳若ければの。はいはい、分かったよ。当たれ。
崩れろ。ダメだ。いいぞ。ジャンプ崩れるなよ。ダブルスピンエッジ。アンカーショット劣化。これで決めてくれ。いいね。はい。崩れろも。見せてやろう。俺のメンバーのガンガン。ハナ、もう一回ですもん。ダウン。いや、回復は分かって。攻撃は止まる。リデンプション。ハナ、今ならね、気をつけて。ホームラ。光ちゃん。ヒカリちゃんと力を引き取りできたわれのもここから離れてもだめすよ。ケガもライトニングもお前だ。風に変化したようやのラセンションドリルのためにこれで畳みかけたファイルリベンプション季節ですもん。ガンガンローターフラワーヒカリありがとう。いいぞほらかぐつきここは加減が必要。ナイスだよね。やるよ。花スピンゲージでパンダを崩壊しますね。やるな。はいくよホームラン。はいレクス。バーニングソードなんかムキムキになってきますね。これが上出来だ。お見事じゃ。こんなん朝飯前。私は心を一つにですも君の本当が感じられる。ありがとう。メレフにそう言われるとなんか照れちゃうな。たっみんな出かけるもん。ご主人さーて、一日の始まりだ。ほーら、シャキッとしなさいよ。楽勝楽勝。崩れろ。これで、いいぞ。ダブルスピンエッジ。ダブルスピンエッジ。私に任せなさい。ダメージよ。俺がそっちから決めてくれ。最後あげる。お前たちも元気で、あんたも豪快ですもん。いでよ。ここで畳みかけ。やめる。いや行くよ。リデンプション。心強い。いいぞ。ウォーターフラワー。アナ、アナよ。いいね。マーキング。いいね。主人の光。アナ、ジュリーの気を見ながら。ジュリーエッジ。そういう意味だ。アンカーショット。アンカーショット。ほら、いいぞ。ここは加減が必要です。転がれ。メルモールダウン。さすがですね。はい、回復は任せて。攻撃は頼んだ。ウォータースラワー。リデンプション。アナ、アニーの攻撃を見せるも。はい、クレノモ。メルモールダウン。火の属性が風に変化したようやろ。防御を任せくださいでしょ。みんな一緒だよ。絆を一つ。レクサスフォース。カグチシ。コンセントレーション。ナイスも。花もう一回。指示されたし。オッケー。セイバーラッシュ。レオンよ。もう。崩れろ。ライタナモ。はい。トラ
ホムラには負けません。この程度の高さならジャーンプですもん。みんな出かけるもん。ご主人どこへ向かいますもん。なかなかの立ち筋だった。見習いたいものだ。なんだろう、力が湧いてくる。力はそれを使う者の心の形。そうですよね。やった、すげえよ。今までより上手くなったよ。これでご主人も安心ですもん。楽勝楽勝。トラ全然ビクビクじゃないもん。そうだ、ダブルスピンへ。これでそうだ、バッチリ。今は守る番号を考えます。ダブルスピンへッチ。なんと、いいね。あなたもだから、あなたもだから、さすがですね。ここで畳みかける。オッケー、これこそが特別試験官の実力。ダメージアーバー、オンに切る。はっ、なんと近い。これこそが特別試験官の実力。はっ、メッカ、はっ、
これでご主人も安心ですもん。急ぎましょう。私の知識によると、いいよ、相手になってやる。これでいいぞ。敵のチャンスだ。ジャブエッジ。そうはいかない。オンにする。このチャンスアウトで消えた。いい感じ。レッカもらったか。見せてやろう。いでよ。ここで畳みかける。いいぞ。アンカーショット。上がれば。そうだ。ダブルスピンエッジ。回復はまた。はっ。
ダメでしょ。ントデイデス、私が守るんだ。うん、いい感じ、ね。マイルクウォーターフラワー。スレノの。アンカーショット。あっ、ホムラ。いただいたの。ここは限界。どうします。レッカ。アンカーショット。行くよ、ホムラ。はい、レックス。ダイニング。そうだ。アンカーショット、これでれ光変わるわ。どこどこ、ダブルスピンエッジ、そら見やすくて感じ、もう見てね、マーキングラスプレイ、あとはチャンネルモードです。あとは私がここで畳みかける。私がハナの耳の呼吸を見せる。ファイルフェイバープラスチック、ハナの耳の呼吸で簡単もん。ウォーターフラワー、ハナの耳の呼吸を見せる。デイレックスに預ける。ハト結果よ、スレノの特に一枚もう大丈夫。そうだ、ダブルスピンエッジ、一気にやろう。まずは俺、さあここが勝負どころだね。メレフ任せた。作戦通りだな。力を放て。トラやれるな。ほい、来たも花イグニッシュアンです。もう一丁、マーベラス、いけこうして、マーベラス、メレフ、任せた。カグツシスペルビアと一瞬にかけて、マーベラス、トラ、やれるな。ほい、来た。花がけじめをつけますもん。アメイジング、デストロイヤー、一丁上がりだもん。見事な戦術だった最高。この力使いこなしてみせる。ここまで来られたこと感謝します。素晴らしい努力が実を結んだな。これでご主人も安心ですもん。ご期待に応えられるよう努力します。努力するのは操作する花ですもん。よっと。どうしたのニア、何か食べたいものでもあった？おお、ニア、ええとこに目つけたな。ええー、が、これはな、英雄アデルが昔大好物やったっちゅう名物料理や。なんでも500年も昔の伝統的な香辛料を使った料理らしいで。まあルクスリアはごっつ寒いさかい、アデルが辛いもん好きっちゅうのもうなずけるがな。辛いもん、アデルってこんなのが好きだったのか。英雄様も変わってるよな。こんなのとはひどいやないか、ニア。
結構うまいんやで。それとも辛いもんは苦手なんか。なんだよ、苦手じゃ悪いのか。いつもは勝ち気なお嬢様言うても中身はまだまだお子様なんやな。なんだよそれ、喧嘩売ってんのか亀。まあまあそう怒らんと、おごったるさかい食べてみなあ。光もどうや。うん、どないしたんや。あのさ、この料理なんだけど、アデルって辛いものが苦手だったんだよね。え？は？そうね、食べてるところは見たことないわ。アデルって少しでも辛いものを食べるとすぐにお腹壊しちゃうのよ。英雄様も結構子供っぽいところがあるんだな。そんなん嘘や。そんな話聞いたらワイの英雄アデルのイメージがどんどん崩れ去ってまうやないか。ナナ光、もっと面白い話はないの。面白い話ね、何かあったかしら。英雄様の本当の好物は？確かアデルはタルタリ焼きが好きだったかな。レックスと同じじゃないか。そうそう、タルタリ焼きが出てきた時は特に機嫌が良かったわね。英雄様は子供っぽいものが好きだったんだな。他にはないのか。待て待て、これ以上あかんで。ワイの中の英雄アデルをこれ以上怪我さんといてくれ。なんだよ、別にいいじゃん。英雄様だって普通の人間だったってことだろ。亀ちゃんだって子供っぽいんだし、似た者同士じゃないか。アホか、そんなん素直に喜べへんわ。くそ、英雄アデルの歴史を読み直してイメージを再構築せんと。暗い道でも光ちゃんがいれば安心でしょ。たっ、よっと。スザクだ、よろしく頼む。風は俺の友達さ。じゃーん。一緒になれたわね。たっ。私の幸運をみんなにお分けできればと思います。了解。みんな頑張ってください。了解。皆さん待って。別動隊として行動します。任せとけ。全力でやるに当たります。
だよ、じっちゃん。もっと強くならねばな。なんかムキムキになった気がするもん。ふん、ワイの強さは天井知らずや。よくお休みになられたようですね。ああ、気力充実、良い朝だな。もうふふーた、みんな、出かけるもん。ご主人、どこへ向かいますもん。よっと、よっと。お宝回収。どれどれ。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。さて、次はどこを目指しましょう。なあ、カメちゃんにサイカ、ちょっといいか。どないしたんや。ニアから真剣な話があるなんて珍しいやないか。カメ吉のことなんだけど。カメ吉の？いや、カメ吉はワイらのアイドルや。ニアが欲しい言うても譲ったれへんで。せやね。頭を撫でるくらいならさせてあげてもええやろうけど。はいはい、その様子じゃ全然気づいてないみたいだな。実はさ、亀吉が毎晩私の布団の中に入ってくるんだよ。なんやて。寝ている間に押しつぶさないか心配で心配で熟睡できないんだよな。仮にも二人にとってはアイドルなんだろ。怪我させる。怒られると思ってさ。だから最近寝不足気味なんだ。そりゃうちの亀吉が迷惑かけて悪かったな。王子、どうしてちゃんと亀吉のこと見張ってないん？わいはベッドに入ったら一瞬で爆睡やからな。なんか対策せなあかんね。発想を逆転させんのはどうやろ。発想を逆転させる。そうや、亀吉かて立派なうちらの仲間やろ。いつまでもうちと王子だけのアイドルやないと思うよ。レックスにとってもトラにとってもメレフにとってもそしてニアにとっても仲間やと思うねん。だからこの際亀吉の面倒は全員で見るっていうのはどうやろ。おお、名案やな。せやろ。そうしたらニアの布団の中に
いるのも何らおかしないってもんやわ。いやいや、それって結局私一人で面倒見てるのと同じだろ。私の寝不足問題は解消されてないよ。ほな白子に見てもらうのはどうや。ふかふかしてて寝心地よさそうやね。それならトラでもよさそうやな。そっちもふかふかしてて寝心地よさそうやね。なあ、二人とも亀吉の面倒見るの嫌なのか。うっ、そんなことあれへんでなあ、サイカ。うん、そやで。たまに忘れてしまうけど、めっちゃ好きやで。なんか亀吉が私の布団の中に来た気持ちが分かった気がするよ。どれどれ。君たちの心を聞かせて。見せてくれ。また強くなっちゃった。よろしく。もふう、長旅は疲れるもん。
何が出るかなっと。私の知識によると、新しい力が流れ込んできた。極めたと言っていいかな。素晴らしい努力が実を結んだな。ご期待に応えられるよう努力します。努力するのは操作する花です。
が旅は疲れるもん。ご主人、どこへ向かいますも。血がたぎる。何が出るかなっと。こう見えてアグリカルチャーは得意分野ですもん。どれどれ。地殻センサーの検知感度を最大に設定ですもん。了解です。ただいまっと。いい知らせを期待しているよ。どうだ。次のバトルが楽しみだぜ。
力を得た。お役に立てれば光栄であります。料理、掃除、洗濯は任せてください。あと、戦いも。警戒を怠るなよ。さて、よっと次。俺に任せときな。舞台を移動します。必ずや任務を全うしてみせます。仕事はきっちりこなす。チーム E、 舞台名をエルデカイザーとします。マスター、ご分運を。諸君の健闘に期待する。おはよう。任務終了。いい知らせを期待しているよ。ね、私いびきかいて。問題はなかった。してないよね。まだまだいけ。了解。みんな頑張って。今度は今なんだ。頑張って。私はここを知らないはずなのに。でもなぜでしょう。胸に引っかかるものがあって、どうしても気になるんです。結び？あなた結びでしょ。帰ってきてくれたのね。父さんも喜ぶよ。あの、どちら様でしょうか。どうしたの結び。私たちがわからないの。結びには昔の記憶がないんや。そうか、父が死んで
結びは再び同調されたのですね。ではあなたが新しいドライバーに。安心しました。あなたのようないい人がドライバーで。あなたに引き継いでもらえて父も喜んでいると思います。昔の私を知っているのですか。はい、昔あなたにとてもお世話になったんです。ここで会えて本当によかった。そうですか。私は同調される前はここに住んでいたんですね。ではこの家に住んでいた方は。私たちの父です。ただ先日亡くなりまして。お父様も私のことをご存知だったのでしょうか。ええ、もちろんです。父はあなたにお世話になりっぱなしでしたから。今日あなたに来ていただけてとても喜んでいると思います。すみません、私にはその時の記憶が全くないので。皆さんのことも本当にごめんなさい。いいんですよ、むすびさん、気にしないでください。今日ここに来てくれただけでもすごく嬉しいんですから。そうだ、おむすびを。あの、お供え物と言っては失礼なんですが、今朝作ってきたんです。よかったら皆さんもどうぞ。おむすび、懐かしい。記憶のない私にはこんなことしかできませんけど。いえ、十分ですよ。ありがとうございます。あの、これからもここに来てもよろしいでしょうか。ええ、もちろんですよ。ここはあなたの家でもあるんですから。準備は万全だ。したぞ。ご苦労。長旅は疲れるもん。ご主人、どこへ向かいますの。さらに磨きを。もっと強くなれそう。傭兵って悪そうなイメージがありますよね。了解、任せとけ。全力で任務に当たります。何が出るかなと。視覚センサーの検知感度を最大に設定ですもん。了解です。何が出るかなと。木を見ると登りたくなるんだよね。データベース検索ですもん。
一息つこうか。さあ急ぎましょう。どれどれ。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。着いたぞ。さて次はどこを目指しましょう。どれどれ。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。到着。さあ急ぎましょう。どれどれ。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。さあ急ぎましょう。何が出るかなと。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。到着。さあ急ぎましょう。どれどれ。君たちの心を聞かせて。一息つこうか。さあ急ぎましょう。新しい一日の始まりだ。まずは本日のスケジュールを確認いたしましょう。何を作ろうかな。次はどこを目指しましょう。何が出るかなと。視覚センサーの検知感度を最大に設定ですもん。了解です。ふふう、みんな出かけるも。ご主人どこへ向かいますも。どれどれ。了解です。到着。さあ急ぎましょう。どれどれ。視覚センサーの検知感度を最大に設定ですもん。了解です。どこを目指しましょう。何が出るかなと。視覚センサーの検知感度を最大に設定ですもん。了解です。ふふう、みんな出かけるも。ご主人何が出るかなと。視覚センサーの検知感度を最大に設定ですもん。
了解です。みんな出かけるも。どれどれ。どこへ向かいますの。光センサーの検知感度を最大に設定ですも。了解です。怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう。何が出るかなと。君たちの心を聞かせて。何が出るかなと。君たちの心を聞かせて。見せてくれ。着いたぞ。さて、次はどこを目指しましょう。何が出るかなと。君たちの心を聞かせて。見せてくれ。急ぎましょう。どれどれ。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。着いたぞ。さて、次はどこを目指しましょう。何が出るかなと。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。何が出るかなと。お魚、お魚。一息つこうか。さあ、急ぎましょう。
作ろうかな。一息つこうか。さあ急ぎましょう。どれどれ。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。ついたぞ。さて次はどこを目指しましょう。どれどれ。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。到着。さあ急ぎましょう。何が出るかなと。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。さて次はどこを目指しましょう。何が出るかなと。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。何が出るかなと。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。みんな出かけるの。ご主人どこへ向かいますの。何が出るかなと。君たちの心を聞かせて。見ててくれ。たるなよ。さて次はどこを目指しましょう。よっと。やってみると面白いんだって。あんたのこと認めてあげる。それとありがとう。やったすげえよ。Thank you.
あなたの期待に応えてみせる。急ぎましょう。いい知らせを期待しているよ。ひらめいた！了解。全力で頑張って。今度の任務はなんだ？頑張って。みんな頑張って。になってやる。クレロモ。そうだ。ダブルスピンエッジ。これでダブルスピンエッジ。メッカ。アンカーショット。コンセントレーション。相手にとってそこはないでしょ。もらった。クレロ。花バスター。もっとバラバラ。
し、いや、怖くないで、リデンプション、ハナ、ジェイディの特技を見せよう、ウォータースラワー、ご主人、ここで高めかける、オッケー、お任せください、はい、礼を言おう、光、パグン戦、ダブルスピンエッジ、ガンガン、ソードオッパー、確実に当てるわ、ライトニング、ムーブル、いや、はっ、クスレノボ、コンセントレーション、ハナ、これこそが特別な剣官の実力、そこに生きる、ここで喋りかける、ハナ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 、私の本気見せてやるよ、プレーオフォーテンティここで畳みかける、君の剣山を風車、はっ、崩れろ、切ったわ、今だ、はっ、いや、攻撃は頼んだ、に致命的ダメージのところ、攻めちゃう、いいモードチェンジ、了解ですもん、はっ、指示お願い、リデンプション、ウォータースラワー、離して、いパワー全開ですもん、ナイスも、離して、いいの、もう風車も美しい、みんな一緒だよ、絆を一つ、ネクサスボース、トラもメネフみたく強くなれるも、強さとは人それぞれ、トラ、君なりの強さを手に入れないとな、行け、花バッタ、頑張りますもん、本気を見せてやるですもん、お任せください、スザクだ、よろしく頼む、暇すぎてモサ探しの旅に出るとこだったよ、早く行こう、ありがとうございます。とりゃあ、ご期待に応えられるよう努力します。ありがとうございます。努力するのは操作する花ですもん。とりゃあ、あなたの期待に応えてみせる、暴れるぜ、ありがとう、一生懸命頑張るね、暇すぎてモサ探しの旅に出るとこだったよ、早く行こう、戦いは避けられないものね、
報告を聞くか。一息つこうか。みんな帰ってきたみたいだもん。任務完了。また一つつ。もっと強くなれ。傭兵って悪そうなイメージがありますよ。遅れとけ。見事な遺跡だな。ええ、スペルビアでは見られない構造ですね。ルクスリアにも遺跡はめっちゃあるけど、ここまで規模の大きいのはあらへんな。ここのアルスの特徴なんやろね。というか、ここはどういう作りになっとんのや。わしが以前説明してやったじゃろ。わいは多分聞いてへんで。まだジークが仲間になってない時じゃなかったっけ。そうじゃったかの。だったらもう一度話してやろう。リベラリタス島嶼軍は山のような雲海とアルスたちが島のように集まっているのが特徴じゃ。小型のアルスは大きなアルスの周りを回っておるのじゃが、その大きなアルスというのは雲海の山脈の中心におるんじゃ。つまり、こないに大きな遺跡があるこの場所は大きなアルスの中やってことか。うん、その通りじゃ。へえ、すごい場所にあるんやね。それにしてもこの遺跡ってどうやって作ったんだろうな。お守り様から石を運び入れたわけじゃないだろうし。この大型のアルスが雲海の中に入る前に作られたものではないのか。なるほどな。最初は普通のアルスと同じやったっちゅうことか。その後いつしか雲海の山脈ができ始め、今のリベラリタス島嶼軍になったんやな。ああ、それならば作れるだろう。が、今の時代はこのように巨大な遺跡を作るのは困難だろうな。そうですね。労働力もなければ新しい土地もありません。スペルビアにもインビディアにもルクスリアにもこういった遺跡は作れないでしょうね。サイカ、もしワイが死ぬときはここまで立派にせんでもええからな。一心同体のうちに託されては困るわ。でも王子のことやから墓石やのうて雪だるまくらいがお似合いやと思うで。ワイの墓はテオサウレの裏門かい。まあそれでもええけどな。いいんだ。ワイの墓は決まったとして、メレフの墓はどこや。私はすでに決まっているぞ。スペルビア帝国に代々伝わる。皆まで言うな。予想通りの回答やな。な、ではもう一度尋ねてくれ。次はひねってみせよう。メレフ様、無理に意地を張らなくても。知っているだろう、私は負けるのが嫌いなのだ。ほな行くで。メレフの墓はどこや。テオサウレの裏門の雪だるまだ。はっ。まさかルクスリア王家に嫁ぐってことな。そういうわけではない。チークのボケを真似ただけで。これならイヤサキ村の墓だと言うべきだったか。いえ、それもそれで。メレフはボケに関してはまだまだみたいやな。まったく若いもんはいいの。こんなところでものんきにやっとるわい。どれどれ。よく知ってるわ。私の知識によると、
どれどれ。よく知ってるわ。私の知識によると、どれどれ。よく知ってるわ。私の知識によると、手加減なしでいこう。相手を侮るなよ。何が出るかなっと。よく知ってるわ。私の知識によると、たっ。花バスター。
セイバーフラッシュ、ウォータークラワー、はっ、イエー、アルンケン、ソード、ダブルスピンエッジ、はっ、アンカーソード、レオよ、ハナ JK モード、ハンダメ、イデオ、ハンダメ、ハナ、誇りを持って勇ましく。着いたぞ。さて、次はどこを目指しましょう。ここには何かがある。予感がする。よし、やってやる。メッカさん、私ならセイバースタッシュ、クビーオプション指示された。ウォーターフラワー、今は守る。ウォーターフラワー、ラストフォーマーズ、ハナ TK のモードちゃんも。ご主人、心を一つにですもん。どれどれ。視覚センサーの検知感度を最大に設定ですもん。了解です。
報告がある。みんな帰ってきたみたいだもん。どんと来いだ。戦いが分かってきた。了解。みんな全力で任務に参加して。今度は任せてくれ。最善を尽くすことからじゃ。レッカさんガンガン行くよ。じっちゃんを崩れるなよ。ガンガンレーザー。レッカ敵の地上を狙う。分かった、任せて。はっ、殺し合う。花は一位の花の攻撃が超有効です。はっはっ、花ツナミーの攻撃を見せるのを待つも崩れるの。花は一位の花の攻撃が超有効です。いつでも声をかけてくれ。ダブルスピーエッジ。相手になってやれ。崩れろ崩れろ。もうなんか行くよ。レッカウォーターフラワー。いや、ほら敵の位置に光っていいとこ見せるもん。鼻水にしちゃってしまう。ナイスも戦いながら見ても大変ですもん。光ってはっ。ダブルスピンエッジ。ダブルスピンエッジ。カブチシアンカーショット。そうはいかないか。決めてくれ。ナバスだ。ナバスだ。決めてくれ。
警戒を怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう。みんな、出かけるもん。ご主人、どこへ向かいますもん。よく知ってるわ。私の知識によると、何が出るかなと。お魚、お魚。ネノ、どうしたんだ。ちょっとこれを見て。この遺跡の壁や床って何でできていると思う。普通の石じゃないの。私も最初は何かの石を切り出して組み上げていると思ってたんだけど、自然界のものを少し加工して積み上げていくくらいじゃ、いずれ歪みができてしまう。この遺跡は大地から空へと伸びてるから、低い位置で少しの歪みでもあれば大きく傾くことになってしまう。だったらどうやってこの遺跡を作ったのさ。寸分のズレもなく完璧な寸法で加工した素材を地面から天高くまで積み上げたのよ。しかも強度は相当なもの。数百数千あるいは数万年経ってもこの床や壁は脆くなってない。昔の人ってすごいもん。今の技術じゃ絶対に無理よね。一体どんな鉱石や材料を使ってこの遺跡を作ったんだよ。この世界樹って本当全てが謎だらけよ。今すごくワクワクしてるよな。当然じゃない。遺跡の作りももちろん気になるけど、私は冒険も大好きなのよ。遥か昔の人たちがどんな思いを込めてこの遺跡を作ったのか、それを考えるだけでドキドキしない。知らない文字に未知の仕掛けや罠、見たこともない素材でできた数々のオブジェクト、この場所にいるだけで気分が高揚して熱くなってくる。そうだな、わかる気がするよ。こんなに巨大な建造物を作るには考えられないくらい大勢の人が関わったはず。きっとこの床や壁を作るのだって途方もない時間がかかってる。多くの人たちの思いの一つ一つがこの場所に大切に収められているのよ。この場所は古代の人々の思いの結晶ってことか。へえ、熱いこと言うじゃない。そうね、こんなに素晴らしい結晶はアルスト中のどこを探したって見つからない。この遺跡を隅々まで探索して古代の人が残した思いを全部受け取って帰るわよ。
冒険者に大切なのは常に観察すること。ここまで強くなれるなんて、あなたがそばにいてくれたおかげね。やった、すげえよ。怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう。いただき。開け花、素早く正確に。どれどれ。よく知ってるわ。私の知識によると、一緒になれたわね。お前たちの実力を見せてもらうもん。雑魚が何匹増えようと同じこと、お前の命決して。おとなしく死ねんだ、拾ってんだ。死にたい奴が、俺だってここまで拾込め。死にたい奴が増え、おとなしく拾ってんだ。やらせるかよ。はいだせ。敵の属性が火に変化。いや死にてる。やらせるかよ。やらせるかよ。やらせるかよ。ここまでか。おとなしく拾ってんだ。一刀。俺だってやらせるかよ。やらせるかよ。はい、出せ。雑魚が何匹増えよう。おとなしく拾ってんだ。やらせるかよ。やらせるかよ。一刀。おとなしく拾ってんだ。やらせるかよ。死ね。はい、出せ。敵の属性
おとなしくしろってんだ。やらせるかよ。横目横目ファイナテイク。おとなしくしろってんだ。刹那おとなしくしろ。おいなんでやらせるかよ。やらせるかよ。天乱天俺だってよしとしよう。おとなしくしろってんだ。知れやらせるかよ。やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。横目やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。しろってんだ。おとなしくしろってんだ。俺だって一刀。ここまでか。横目俺だってやらせるかよ。ここまでか。刹那そこだ。俺だって。よしおとなしくしろってんだ。アイザス天乱天。おとなしくしろってんだ。よしとしよう。横目おとなしくしろってんだ。一刀。ここまでか。知れおとなしくしろってんだ。知れ刹那俺だってやらせるかよ。なんの何匹増えようと同じ。おとなしく横目。ここまでか。なんで天乱天の杖が火に変化したよ。ここまでか。横目おとなしくしろってんだ。ここまでか。一刀。死ね。一刀。俺だって。雑魚が何匹増えようと同じこと。死ね。おとなしくしろってんだ。ここまでか。おとなしくしろってんだ。知れ知れここまでか。死にたいやつが俺だって。死にたいやつが増えた。敵の毒性が火に変化したようじゃぞ。死にたいやつが増えた。おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。横目やらせるかよ。死ね。敵の属性が火に変化してるんだろ。おとなしくしろってんだ。敵の属性が火に変化したようじゃな。おとなしくしろってんだ。死ね。死ね。おとなしくしろってんだ。敵の属性が火に変化したようじゃな。落ちろ。ここまでか。ここまでか。死にたい奴が増えた。俺だって天乱天やらせるかよ。死ね。おとなしくしろ。ここまでか。死にたい奴が増えた。俺だってかよ。死ね。やらせるかよ。俺だって刹那やらせるかよ。よしとしよう。死にたい奴が増えた。早く死ね。天乱天ハイザス。ハイザス。よしとしハイザス。死にたい奴は増えた。ハイザス死ね。ハイザス死ね。横目おとなしくしろってんだ。天乱天ハイザスおとなしくしろってんだ。横目くらえ。ハイザスおとなしくしろってんだ。やらせるかよ。
やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。やらせるかよ。やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。ここだ。ここまでか。はい、出せ。横目。おとなしくしろってんだ。そこだ。はい、出せ。せつな。やらせるかよ。うわー、おとなしくしろってんだ。いっちれ。横目。ここまでか。はい、出せ。うわっ、いっわっ、天乱天。うわっ、せつな。うわが何匹増えようと同じこと。横目、おとなしくしろってんだ。ここまでか。雑魚が何匹増えようと同じこと。横目、やらせるかよ。やらせるかよ。しろってんだ。知れ。やらせるかよ。やらせるかよ。敵の属性が火に変化したようだ。おとなしくしろってんだ。知れ、知れ。ここまでか。死にたい奴は増え、ここまでか。雑魚が何匹増えようと同じ。横目、おとなしくしろってんだ。ここまでか。死にたい奴は増え、やらせるかよ。死にたい奴は増え、やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。死にたい奴は増え、やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。せつな。横目、やらせるかよ。ここまでか。うわ、やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。横目、死ね、死ね、一刀。ここまでか。死にたい奴は増え、横目、よしとしよう。おとなしくやられてんだよ。俺だって敵の惑星が急に変化したようだな。やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。ここまでか。俺だって、横目、やらせるか。死ね、おとなしくしろってんだ。せつな。俺だって敵の惑星が火に変化したようだな。ここまでか。横目、おとなしくしろってんだ。横目、知れ。おとなしくしろってんだ。せつな。敵の属性が火に変化したよ。ここまでか。俺だと。うわ、雑魚が何匹増えよう。やらせるかよ。やらせるかよ。はい、出せ。おとなしくしろってんだ。やらせるかよ。せつな。やらせるかよ。そこだ。なんの。やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。そこだ。はい、出せ。
俺だって敵の属性が火に変化したようじゃん。俺だって大人しく拾ってんだ。やらせるかよ。せつだ。横目俺だってやらせるかよ。よし、ここまでか。やらせるかよ。大人しく拾ってんだ。ここまでか。横目やらせるかよ。と大人しく拾ってんだ。大人しく拾ってんだ。やらせるかよ。ここだ。ここまでか。敵の属性が火に変化したようじゃな。大人しく拾ってんだ。なんここまでやらせるかよ。天乱天俺だって敵の属性が火に変化したようじゃな。俺だってうわ死ね。死ね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 。天乱天チェーンタイムドライバーコンボコンプリート。刹那おとなしくしろってんだ。ここまでか。一刀何の横目。ここまでか。面倒なことだ。死にたい奴が増え。やらせるかよ。俺だって一刀うわ俺だって死ね。やらせるかよ。うわ乱天モロツバメチェーンタイム一刀刹那一刀死ねモロツバメチェーンタイム刹那モロツバメ天乱天刹那一刀死ね死ね死ねモロツバメ刹那敵の属性が地に変化したようじゃぞ。おもろつばめチェーンタイム天乱天刹那一刀おもろつばめチェーンキング天乱天知れ刹那死ね死ね一刀死死ね一死モロツバメチェーンキング刹那死ね一刀天乱天チェーンキング敵の属性が火に変化したようじゃな。おもろつばめ刹那死ね天乱天チェーンキングドライバーコンボコンプリート。
スマー刹那ジレ一刀ジレ一刀天乱剣刹那モロツバメチェーンタイム一刀ち一刀ちれモロツバメ刹那天乱剣モロツバメ刹那敵の属性が地に変化したようじゃの知れモロツバメ天乱剣刹那ジレモロツバ天乱剣刹那ジレよこめとここまでか。死にたい奴が増えた。やらせるかよ。雑魚が何匹増えようと同じこと。よこめ。おとなしくしろって。やらせるかよ。やらせるかよ。俺だって。おとなしくしろって。やらせるかよ。おとなしくしろって。おとなしくしろって。ここまでか。
おとなしくしろ。ここまでか。おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。ここまでか。俺だって。俺だって。よくやらせ。一刀。おとなしくしろってんだよ。一刀。よくめ。よくめ。俺だって。おとなしくしろってんだ。やらせるかよ。ここまでか。ここまでか。死ね、俺だ。チャレンジ成功ボン。さすが俺たち。見事というしかない。やっぱり我が家は落ち着きますね。王国がいい知らせを返してる。みんな帰ってきたみたいだもん。いただき。では。やってやるぜ。また一つつ。皆さん、これでもっと役に立てます。成長の余地。了解。みんな別動隊として攻撃しようかな。任せとけ。任せ任務に当たります。よろしく。一緒に頑張りましょう。
水を尽くすことからじゃ、レッテス。じっちゃんはそこでのんびりしててよ。見えてきたわ。心強いね。くずろ、行くわ。決めるのじゃ、レッカ。ガンガンフィーター。ダブルスピンエッジ、ダブルスピンエッジ、ダブルスピンエッジ。キンハン入れてくれ。油断した。ご期待に応えられるよう努力します。努力するのは操作する花です。到着。さあ急ぎましょう。敵か。どっから飛んできたんや。わからないけど、もう大丈夫みたいね。この槍を投げたやつはささっとどこかに逃げたみたい。なんで槍が飛んできたんだ。ニアを暗殺とか狙うなら私よりもレックス、メレフ、カメちゃんだろ。コントロールがミスってそれでニアへ行ったとかやろ。最悪だな。いや、暗殺したければもっと別の方法があるだろう。ちゅうことは警告とかが。心当たりはないけど、脅しとか。わからんな。とにかく何者かが私たちを狙ってるのは間違いないっぽいよ。気を抜いちゃダメだからね。待ってくれ、何かくくりつけられているぞ。本当だ、調べてみよう。Thank you.
着いたぞ。さて、次はどこを目指しましょう。風を起こせばいいの？ジャーンプ！デスモ。スザクだ。よろしく頼む。風は俺の友達さ。お宝回収。どを怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう。着いたぞ。さて、次はどこを目指しましょう。指示された場所はこの辺りのはずだけどな。人っ子一人いないね。実はただのいたずらやったんとちゃうか。トラたちからかわれたもん。
こんな手の込んだいたずらをするなんて意味わかんないよ。お嬢様、下がって。白子、大丈夫か。ええ、無事です。そもそも当てるつもりはなかったようですね。またあの槍か。何の意味があるんだ。見て、あそこに人影が。逃げるも。追いかけるぞ。って無理そうだな。ああ、今から追いつくのは無理だろう。それよりも槍にはまた指示が書いてあるのか。サクッと調べてみよう。ミッションコンプリート。さて、どうだった？メンテナンスを希望します。おつ、これでみんなを守ってやれる。援護には自信。わ、皆さんをこれでサポートしますよ。もっと上を。不本意だが、不本意だが。俺に任せときな。了解いたしました。舞台を移動します。行ってくるよ。世に命令はさせん。チーム E、 部隊名をエルデカイザーとします。任務を遂行します。よろしく頼んだ。
いを怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう。楽勝楽勝。いかなる相手だろうと手加減はしない。いい感じだね、レッツ。これでダッシュ。いいぞ。サイバーダッシュ。ガンガン見てけ。ラストハウス。そうだな。いいね。俺たちの力見せてやろう。兄貴セイバーダッシュ。リデンプション。だあ、俺も同じウォータースラー。見切った。決めてくれ。私に任せてくれ。ラストワール。みんな気合入ってるね。いいね。ドラもアゲアゲになってしまう。私のはいかない。花バスか。それがやつに変化。ナイスのカードだよ。いい感じ。ウォータースラー。落ち込んじゃう。しっかり。ありがとう。どんな問題でしょう。はい。任せてくれ。指示されたし。オッケー。絆の力見せてやろう。いいぞ。山砕き。ダブルスピンエッジ。指示されたし。オッケー。はっ。ここが私の場所。みんな一緒だよ。絆を一つ。これこそが特別執権官の実力。やるじゃねえか。なかなかやりよるの。もっと褒めてくれてもいいんだよ。これまで以上にお役に立ちます。やっと出番か。怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう。さて、どこへ向かうんだっけ。なあ、じっちゃんってこの場所を守ってたんだよな。そうじゃぞ、500年にわたってな。でもさ、俺が小さい頃岩崎村にいた時、そんな素振りはちっともなかったよな。この300年は静かなもんじゃったからの。人の世は200年も経てば伝説になったり、架空の出来事のように思われるみたいじゃな。大昔はドライバーが入ったりしておったが、その数も減っていったよ。それにリベラリタスの生まれでなければここの入り口は開かん。寂しいことに宮崎村の人口は徐々に減っておるしの。この場所のことを知る者は減る一方じゃ。そっか、じいさんも昔は活躍してたんだな。今もしとるじゃろう。
わしがここのことを教えてやったんじゃぞ。はいはい。まったくニアは若い頃のコルレルみたいじゃな。え、そうなの？なんだか嬉しくないような。あやつも活発でのう。子供の頃ここに入ったこともあるぞ。勇敢だな。まあ橋の手前で引き返したがのう。この場所に恐れを感じたんじゃろうな。そりゃお守り様の奥だもんね。矢崎村で育ってたらそういう感情はあるかも。恐れがあるから敬える。畏怖という言葉があるくらいでな、矢崎村の者は皆この場所の重要性を肌で理解しとるんじゃ。村以外の人はどう感じるのかな。矢崎村以外の人間か。最近は誰も入っておらんが、400年前には矢崎村の若者と一緒に探索に入ったりしとったな。やはり外の人間はこの場所を遺跡の一つにしか思っとらん。わしはここの入り口で説得を試みたが理解はしてもらえんかったの。じゃが戦ってまで止めようとはせんかった。どうせ最後までたどり着くことはできんからの。じゃから帰らぬ冒険者が増えるばかりじゃった。だがその不定の輩のおかげでこの場所は畏怖すべき対象になったのかもしれないな。入ったら誰も帰ってこない遺跡なんて、それは恐ろしいと思うわな。確かにそういう側面もあるじゃん。そういう人たちを見ながら500年もここを守ってたんだろ。確かに大変だったな。さっきは軽口叩いてごめん。気にするでないにゃ。お前さんの口の悪さはよく分かっとるからの。本当は心優しいってこともの。うね、言い返したいけど今は言い返せない。報告を聞くか。みんな帰ってきたみたいだもん。お魚、お魚。まだまだこ。別動隊として任せとけ。任せとけ。全力で任務に当たります。ダブル肉まり、うっち、お任せください。
そうだな。ニゲルの船なんてことはないですよ。やらせはしないですもん。いや、ナイフはまだやら。私がいるかどうか。礼を言おう。オッケー、もうご主人気をつけて。いけるよ。回復のチャンスだよ。サポートだもん。花、花、いらっしゃい。ご主人、ヒールの命令をですもん。僕、裏切れないだろう。見くまり。なんで私がいる限り崩れろよ。アナマスター、モーラサポートだと思います。まず JD の敵を見つけるぞ。 JD の適切ですが、ご主人のモーラがやってやりましょう。いいぞ、探しました。マイナーカラーで行くぞ。アンチーズで行くぞ。なんで、肌に手加減はありません。ナイスも魔法。君たちの心を聞かせて。ご苦労はん。お宝ゲットだもん。開け花ですもん。やっと出番か。問題があるぜ。了解。みんな全力で頑張って。はい、頑張って。血がたぎる。一緒になれたわね。集いなさい。闇の力よ。アーカイブファイルに該当ありですもん。
まふふふさあ、君たちの心を聞かせて。草花は心を癒してくれますね。ホルホルしてみるも。さあ、私君たちの心を聞かせて。草花は心を癒してくれますね。何が入ってるか楽しみだもん。やっと出番か。待ってたよ。警戒を怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう。着いたぞ。さて、次はどこを目指しましょう。私の知識によると、私一人で十分なの。行くわ。いいぞ。もう都会ですもん。ダメージアーバー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 。ヤオタンクラー礼をよ。さすがです。バイススラッシュ。メレフ様のお命、私が必ずお守りいたします。旅は疲れるもん。ご主人、どこへ向かいますも。やはり誰もいないようだな。まあ前と同じいうことは、またどこぞで覗き見しとるんちゃうか。ちょっと
何か意味があるんでしょ。こんな回りくどいことしてないで直接話をしたらどう。それとも私が怖いの。あいつやっぱりあの時のブレイドだ。ああ間違いない、コアクリスタル狩りの片割れだ。セオリって呼ばれてたよね。やっぱりあなただったのね。モンスターの戦いの最中にもいろいろとちょっかいを出してきてたでしょ。一体何のつもり。私に何か言いたいことがあるんじゃないの。報酬は記憶だとか書いてたけど、今までやってきたことに意味なんて感じない。脈絡のないあなたの指示に付き合うのもここまでだからね。やっぱりダメか。何よ、はっきり言ってよ。メッセージを見て、それが最後だから。ちょっと、怠るなよ。さて次はどこを目指しましょう。来たんだね、ミクマリ。そう、ドーンと来てあげたよ。私もあなたのことごくごくわずかにだけど気になってきたからね。やっぱり前とは違うか。思い出してはくれないんだね。ミクマリが好きだったアンティークの槍を見ても、一緒に仕事をした場所を巡っても、結局ミクマリは記憶を取り戻すことはできなかった。あなたはやけに私の記憶にこだわるよね。どうしてそこまでする必要が。私はミクマリともう一度一緒に暮らしたかっただけ。ただそれだけが望みだった。でもそれは生ぬるい方法じゃかなわないってスペルビアで分かったんだ。だから
をするしかない。いい決断だセオリー、これでお前の望みを叶えてやれるぞ。お前はコアクリスタル狩りの久しぶりだな。覚えていてもらえるとは光栄だな。なあこっちとしても、ミクマリのドライバーは殺され、仲間の大半も捕まっちまったからな。お前たちのことを忘れたことなんてなかったぜ。見ろよこいつを。お前らのせいで俺のセオリーがすっかりふぬけになっちまった。だからよ、こいつを元に戻すためにそのミクマリを返してもらいたいんだよ。好き勝手言いやがって。ブレイドがいないと何もできないだけだろ。ふざけないで、私は悪党の仲間になんかならないわ。おいおい、あんなに仲の良かったセオリを悪党呼ばわりか。軟弱なドライバーにつくと性格もこんなに変わっちまうんだな。なあ見ただろうセオリ、このままじゃ見くまりはダメになっちまうぞ。それでいいのか。いいわけがない。私はそこのドライバーを殺して見くまりを取り返す。待てよ、見くまりも倒すつもりか。違う、お前たちを殺して見くまりを解放するんだ。貴様何か吹き込んだな。人聞きの悪いことを言うなよ。俺は真実を教えてやっただけだぜ。ミクマリを取り戻すにはお前ら全員殺してミクマリのコアクリスタルを手に入れ、もう一度同調するしかないってな。ふざけるな。ブレイドは物じゃない。そんなやり方は絶対に間違ってる。ほざくなガキが。綺麗事だけじゃ世の中は渡っていけねえんだよ。お前らだってたくさんのブレードを奪ってきたんだろう。見くまりだってそうだろうが。俺たちはそんな思いで同調してるんじゃない。やれセオリ、こいつらを殺すんだ。Oh, my God.
満身からの過ちだ。次こそ。よし、やってやる。と策を練るべきでしょ。よろしく頼むも。いいね。行くわ。見えた。いいぞ。アンカーショット。ガンガン。スリーター。ダメだ。いいえ。これを用意。これはどうだ。ダメージ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 。アナバスタ。死にされた。ダメージ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 。自立モードを使用し。ウォーターフラワー、ウォーターフラワー、ウォーターフラワー、本気で行くぜ。ブレイク、何決めてくれ。もう、何やるか。これはどうだ。なんだ。はっ。当たり来ない。私が来たから。これはどうだ。ラッセンション。気をつけてあげないと。
はるじゃねえ。それでもこれからだろ。まさか私が守るんだ。リデンプション、クロスティグバニッシュ。しっかりこれでいいぞ。しっかりフリーしない方がいい。ホムラ、わかりました。やるじゃねえ。見切った。ナイスも私に任せてみる。ありがとう。本気で行くぞ。ダメージアーマー、これはどうだ。はい、そんなことはないです。バッシュ。くらえ。もういい。もうあなたいいね。そうそう、あなたいいの。はい、いつでも声をかけてくれ。一つのアンカーショット。アベンセン。あなたいいの。そうだ、聞かれるわ。ほら、かぐっし。あなたいいの。お願いしな。お願いしな。大体ちゃんも。このまま戦うのは危険です。私にやるじゃねえか。共に歩みを進めましょう。俺たちの未来をこの手で掴むんだ。ユニオンソード。これでご主人いいぞ。心を一つ。クソ、何してんだよセオリー。手を抜いてるんじゃねえぞ。やめてセオリー、もう戦う必要なんかない。セオリー、ごめんね。私はあなたのことを覚えてはいない。でもあなたが私をとっても大切に思っていることはわかる。もう戦うのはやめようよセオリー。ふざけるな。セオリー、まずはミクマリを殺せ。あいつの猛言になんざ耳貸すな。ミクマリさえいなくなればお前は躊躇せずに他のやつと戦える。さあミクマリを殺せ。いや、お前ドライバーに逆らうつもりかよ。やるんだセオリ。いやだ、そんなことできない。このクズが、俺がやる。もうセオリ、セオリ、貴様俺を裏切ったのか。ミクマリ、ごめん。私が間違ってた。本当は戦いたくなかった。うん、分かってる、分かってるよセオリ。ねえ、私ミクマリのこと忘れちゃうの。そんなの嫌だよ。大丈夫だよセオリー。あなたが私を忘れても私はあなたを忘れない。絶対に忘れないから。約束だよミクマリ。セオリー、報告を聞くか。ご苦労は。また強くなっちゃった。
技術が向上した。これで最大限の力を発揮できる。ほんま大した。戦闘での選択肢が増えるな。努力は裏切らないな。頼られるの嫌いじゃないです。それが君の選択か。寂しくなるな。了解。武運を祈る。今までありがとう。全力で前に任せとけ。了解っす。全力で任務に当たります。頑張って。必ずや任務とはきっちりこなす。頑張って。
次はバシッといくよ。私に頼るのか、腰抜けが。任せてくれ、活躍を約束する。私の能力、役立ててくれ。これさえあれば元気100倍。これさえあれば元気100倍。これ私の好きなやつ、知っててくれたの？はあ、心が落ち着きますね。マンには自信があるようなないような。これ夢じゃないですよね。すっごく嬉しいです。やった、すげえよ。私の真の力はこんなものではない。手を貸してやれないこともない。私はテロス。我こそが完全なるもの。そして私こそが秩序だ。私は勇王、君に会えて光栄に思う。勝利のために私の全てを捧げよう。
次はバシ。足でまといにならないよう頑張ります。私に頼るのか、腰抜けが。これさえあれば元気100倍。これさえあれば元気100倍。我慢には自信があるようなないような。これ夢じゃないですよね。すっごく嬉しいです。やった、すげえよ。私の真の力はこんなものではない。手を貸してやれないこともない。任せてくれ、活躍を約束する。ありがとう、一生懸命頑張るね。活躍を約束する。私の能力、私の知識によると、たどれどれ、データベース検索ですもん。疲れるの。ご主人、どこへ向かいますの？
ー